みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日もいつも通り、いっちゃんとみぎちゃんと、ね。ね、みみちゃんだったけど、どこ行った？あ、みみちゃんこの後ろ。みみちゃんと。ね、寄ってくれてる。はい、みぎちゃん、ちょっと降りてよ。みぎちゃん、ちょっと降りてよ。まあ今日もね、また長い話になるかもわからんけどね、いろいろ、この子のことについてね、いろいろ言うてくれてはるけどね、まあ、ポンさんのとこはね、一応ね、今、ここに通る、おる、頭数は、確か、57っていう数字になってんやけど、実際は42いう番号をね、抜いてんすよね。まあ簡単な、あれ、こういう風にね、これ、だからこれ47おるんやけど、ね、クリームちゃんまで。そのうち42いう数字は抜いてんすよ、この人。あれ、見えるかな？まあ、ブログで見てもらったらわかると思うんやけど、そのうち決まったのが、里親決まったのが1、2、3、4、5、6、7、8匹いてるっていうことはね、まあこれ57から、42はないから56から8引いたら48かな、48匹ここにいてるはずなんですよ。それと家猫が12匹でね、一応ね、第二種の、ね、動物扱いの、登録をね、ちゃんと愛護センターとかの蜂の方に登録してますんでね、ポンさんは一応60匹買いますということで、でまあ愛護の方も、社長さんもいろいろコメントでね、いろいろ返してくれてはるんだけど、一応ね、こういう地震対策っていうのだけ言われたからね、一応地震対策いうのはしてます。こう一応ね、ゲージに関して対策してください言われたからね、まあそんな感じでね、一応登録はしてるってことだけね、お伝えしとこうかなと。だから別にこの環境が悪いいうことはない判断でね、されてると思ってるからね、ポンさんも。まあだけど、ポンさんはここの環境悪い思ってるからね。だから第二ステージ進むわけやけど、まあそんな話も兼ねてちょっとね、この子についてね、話をしようかなと。まあ、なんでこの子かわいそうやか、ストレスなるとか言うて、ポンさんはなんでするか言うたら、いやまあ、金儲けちゃうか言うのもあります。だから金儲けって言うたから、この子たちの金儲けやからね。第二ステージ進むのにも、ポンさん今度、思い切ってやっぱり、ローン組むわけやけど、やっぱりそこでも、ポンさんも50歳っていう年齢の中で、やっぱりフォロワーが伸びないね、収益も今回やっぱり1月は下がったからね、まあその中で悩むとこでなかなか踏ん切りつかれへん中でね、やっぱ僕一人のあれやないからね、やっぱ嫁さん僕がおるからね、うん、やっぱりそれは路頭に迷わされへんいうことでね、なかなか踏ん切りつかれへん。隣の土地工程とか言うけど、それも中途半端やな建物になるからね、まあそんなこともか、含めて、こんな一軒家、ちょっと近くので世話できる、ね、距離にある一軒家空いてるからね、そこを買うのにも、まあ900万言われてるんですよ、実際ぶっちゃけ。それをね、もうちょっと700万までならんかな思ったけど、まあなるわけないと思うんやけどね、まあそれでずっと話はしててんけど、まあ4月までね、今、引っ越しシーズン、いろいろね、転勤シーズンになると思うから、まあ、不動産もそれまでは下げんのかな思ったりして、まあ、4月までということで、一応、ね、思ってた中で、まあ、今回、この子のおかげでね、まあ、伸びたという。まあ、この子のおかげで伸びたというかね、やっぱりね、誰かの、話で聞いてたらね、テレビと一緒や言うんですよ、YouTube は。その中で、テレビでもやっぱり、24時間、1個しかないチャンネルって見ますかって言うんですよ。見ないでしょ、皆さん。やっぱりいろんな番組があるから、そのチャンネル、他のチャンネル見るわけで。ほいで、ポンさんも、まあ、猫のことで出してるから、いろんな角度、公園の野良猫とか、爪切りとか、ね。今回はこの鳴らす、こういう凶暴な野良猫が、鳴らすいうタイトルでしてた中で、ね。それを、まあ、視聴者が上がった。ほんな番組としてはこれ視聴率がいいっていうことで、ね、取り上げていきたいな、いうのは、ね。当然の話なんですよ。番組をやってる、僕は番組やってる会社と一緒やもんというかね、テレビチャンネル持ってるから、その中でまあ
いろいろ言い張る人おるけど、まあ一番嬉しいのはやっぱり感じた、こういう凶暴なのがいてるんですねっていう人が多いコメントもよく見ました。ほなやっぱりそれはやっぱり野良猫いうことにやっぱり関心を持たれてない方っていうか知らない、まあ現実その他のチャンネルでも見たら野良猫でも寄ってくる野良猫が養蚕とかね、 TNR してる野良猫とかね、餌もだけ持ってる野良猫、この子たちもね元はね餌だけもらうためにお腹が空いたら何でもそうやけどその寄ってくるんですよね。けど実際ポンさんでも今まで保護活動しててあのそういう連絡も知ってきたけど、やっぱり実際こなしてあのトラウマになるんか知らんけど保護した時にはこういうことになります。けどあのある程度時間を経てばね、あの社長さんも言ってくれたようにシャー君とかね、シャー子ちゃんとか他の子も慣れてきてる子、ようさん凶暴な猫が慣れてきてるからね、みな子もそうやしね、その中でまあ時間ある程度のその話し飼いにしたりいろいろな方向を取った中でね、あのシャー君とかちょっとやっぱりね、あのと他の子は保護した時大体が言うのは1日保護あの1日目保護したあのちゃう場所に移すんやけどおしっこうんこが出ないんですよ。それでやっぱりね、あのストレスというか緊張というか怖さのあまりに出ないと思うんです。人間もそうやと思うんですよ。そのね、餌食べたりすることできないと思うんですよ、怖いところに入れられたら。けどこの子はね、餌とうんこをその日でしとったからね、それでこの子だったらいけるんちゃうかというところで踏み切ってんですよね。それでまあその凶暴な猫を今後その愛護センターの方との殺処分、大阪、まあ実際は羽曳野市は500匹以上、それで堺市とか愛護センター ポンさんのところ切り張った愛護センター200ちょいの、ね、殺処分が慣れない猫、子猫がされているという事実ね、ことをね、ここの、やっぱり、あの、愛護センターの方から聞いて、ね、ショックを受けてるわけです。その中で、ポンさんがて、その、いずれは、この、ポンさんみたいな YouTuber いらない、YouTuber いらない、いうのも、あの、ゴールに置いてんやけどね。それまでに、やっぱりポンさんがて、あの、野良猫まだいてる中で、ね、餌やりの、その、ね、人に、ね、餌をやらないでください。ほな、餌をやらないでください言うたらどうなるか言うたら、餌をやらんかったらこの子たち、ね、そこで餌をもらえてるもんや思って、餌をもらわれんようになったら、ちゃう場所に移動するんですよね。まあ、あの、いろいろ言うてはる、まあ、アンチ、僕とこに来てはる人なんかでも、野良猫は自由にしろって言うけど、あの人多分無人島に住んでんちゃうかな、いうようなことばっかり言いはるからね、ブロックさせてもうてんけどね、話がちゃうからね、環境がちゃうからね、ポンさんとこと。うん、だから、ほんまに、この子の怖い目してるのは、やっぱり、バイクが来たり車が来たりいろんな子の公園やから子供がねやっぱり捕まえよう思ったりしてね逃げたりして、けどお腹が減るからお餌だけはね来たらやっぱり取り合いになると思うんですよ。そんだけ皆がここみたいにねいつでも餌をもらえる環境はないんですよね。あの中で与えられた餌の中で取り合いになってるからね。だから早いことあの寄ってきてるように見えるけど、あれは餌の取り合いや思ってます、ポンさんはね。その中で当たらんこと言うたらやっぱりカエルを食べたりね、いろんなものを手火を食べたりしてしのいでるんじゃないかなと思います。ね、それがね、幸せか言うたら僕は幸せじゃないよ、もというかね、その上に病気、ね、あそこでは、餌もね、人間の食べる餌を与える。ほな、人間の食べる餌を与えたら、やっぱり腎臓なりね、そういうところがね、確か弱って、おしっこもね、詰まったりするような原因、いろんな病気になって死んでいってる子もいてると思います。そんなの分かりはれん人が、あそこで餌をやってる中で、ね、それを、去勢者は、寄生したとしたかで、やっぱり、そこで餌もらわない方は、いろんな場所に行きるからね、その間に、やっぱり、その、事故に遭ったり、車に轢かれたり、いろんな怖い夢をもっとするからね、新たに餌の場所を探すのと一緒やからね、うん。まあ、人間で言うたら、ほんまに、ね、被災したところでもらえてたもんがもらわれなったらどっかに移動したときにいろんなことが起こるかもわからんからね、うん、それを探しに、猫たちも移動するからね、まあ、何を言うてちゃんと伝わるかわからんが、その中で、まあ、ポンさんはこれこの子の視聴率、まあ、金稼ぎは言われたらそれまでは知らんけど、やっぱりこの子らの今度の第二ステージのやっぱり900万いう払いもポンさんにしたら、やっぱりこの50歳でそれだけのもんを払おいたらやっぱり大変やなんですよ。けどクラウドファンディング募金を受けない、ポンさんは道を持ってるからね、やっぱりこの前言うたようにこの子たちで稼ぐいうのでね、だから YouTube でこの子がかわいそうややめてください言うけど、主張が伸びてる中でその中で猫をね、もう一回鳴らす
努力します言うてくれはった人おるんですよ。1個もなれなかった人もね、そういうコメント、それでまあバットといいねの数見てやっぱりまだね、そのまあ日本はどっち多数決のね国やからね、まあ多い方をね僕は取ろうかな思ってます。やっぱりこの子たちのね生活、これからのこともやっぱり一軒家豪邸ね、今度やっぱり太陽もね当たるような環境に住ましてやりたいし、そうやしこの子も今ゲージあるけど、やっぱり部屋が増え、一軒家買うことによってね、フリーでこなしてできる部屋、それとね、この子、こうなれへん子たちだけの部屋、そういうのをね、今後作れるかな思ったりもね、してるんでね。まあ、この我慢ね、その我慢もあるけど、ね、ストレスではないと思います。なんでや言うたら今日も餌全部食べてたからね、うんこもしてますからね。まあ、先生が言うのには、やっぱり、ほんまに病気の餌食べてね、うんこしてたら大丈夫言うんですよ。まあそれができない子はね、この子かな、うんこはしてますよ確かに。この子、あ、取ってないのこれ。そう、まあこの子餌だ、うんこだけど取ってない、ね、この子はチュールを与えても皆さん知ってるようにね怖がるんですよね。まあ最近はちょっと泣いてるのは盛りかなと思いもってね、うん、だけどこの子の場合はしません。だけど何日間ごとの、やり始めというかね、何日目、何日目ってやったかで、やっぱり、それをしたかで、この子はストレスになるからね。うん、おとなしいから。おとなしいからこそ、まだ猫をかぶってる、ね、こっからまた噛み出す恐れもあるからね、慣れてきたら。だからこういう子は、ボンさんも経験あるからね、この子はじっとしてるんですよ。だから、マイルドちゃんとか、その辺、ね、この、あーちゃんもそうやったし、あーちゃんもちょっとずつね、慣れてきてるからね、それは猫ハギさんも感じてることやしね。ほと、ね、こんなして、近寄ってもね、全然逃げないんですよ、この子。まあ、まだ、手は怖いと思うんです。手出したらちょっと怖がるからね。それが徐々にね、こんなして慣れていって、こういう風に。けど、ここで、ポンさんが作業したかって逃げんようになってるからね。まあ、こんなんで、この子は気が弱いからね、安心や言うのでね、教えてます。ムーちゃんもそうやし、ね、この系の子は特にその病気になりやすいいうことも聞いてるんでね。実際膀胱炎も実際すぐになっとったからね、もうちゃんね。まあだからこの子はね、そういうのでね、大丈夫かなという判断で、だからこの子がね、ほんまにね、餌を食べなかったりね、そのなった時、うんこもおしっこもちょっと具合悪いかな思う時はね、ちょっとやめよう思ってます。それまでにやっぱりね、いろんな、野良猫ってまあ、チャンネルでもそうやけど、新しく見張る人も、ね、登録者数多いの言うことは、そこから知ってもらえてる人も多いと思うからね。その中で、こんな凶暴な猫どうしたん、こんな人にいじめられたんちゃうか、とか、言うてはるけど、ほんまに自然に野良猫を言うのは、多分、皆さん、知りはれへんけど、まだ、いてはれんのもあるかもしらんけど、目に留めてない人も多々あると思う。死んでる猫でもそうやしね。あ、猫引かれてるわだけで、道路でも引かれてるだけのね、その子のほんまのね、今までの経路とかも何も考えられへん人も多いと思います。だからそういうことでね、やっぱり子供ね、こんなコーラのね、いろんなことをね、ポンさんが思ったこと感じたことをね、話できたらいいかな思ってね、撮ってるつもりやけどね。まあだからこの子はほんまにね、ストレスちゃいますか、多分ペットショップでね、飼われてる人とかね、慣れた猫を飼われて愛護センターからもらえて懐いた猫をもうた人には分からんことかなと思ったりね、ほんまに野良猫をね、一から捕まえてね、やりはったら分かると思う。そうやし、やっぱりね、ポンさんがってね、今後そのやっぱり慣らしていくいうことをしていかんとね、やっぱりなかなか1年慣れない子もまだいてますからね。そんな子はやっぱり実際ね、餌はあるけど缶詰をもらえるときは当たらんかったりするからね、まあ、できる限り個別にやったりも最後してるんやけどね、うん、まあ、だからそういうのもやっぱり皆が儲てるときに輪に入られへん子、まあ、そういう人間でもおると思いますけどね、いろんな人間だから、ほんまに合わん子もおるかもわからんけど、どこかで心を開かせることができたらなと本さんは思います。そんな子でもね、何か心が傷があるからね、絶対ね、まあ、
今で言うたら家にね引きこもる子がもう何かあると思うんですよ、原因が。だけどあの引きこもった子がね、やっぱり人間いつも接することによって変わってきたんやけど、掘ってて変わることなんかないからね、人間が。でそういう子らたち、やっぱり毎回毎回嫌でも接してて、いろんなことをね、ご飯でも食べさせてあげたりしてね、その中で気づき上げてきたことじゃないかなと思ってます。だからポンさんはこの子はあのストレスにならないいうね、やっぱりご飯もうんこもしてるね、ちゃんと食べてるね、先生はそういうことを言うてはったからね、それじゃだったら大丈夫。一に疑うのは、病気を疑うのはそこが辛いからね、食べないいうことが一番怖いからね、うん、飲まないのもそうやし、まあその中で自分で判断してやってますね。まあそれだけね、ちょっとあれ言うとこかなってね、外ね、儲けに走ってはるいうこともね、言うてはる人は、確かにこの子たちの儲けに走ってるだけで、今後ポンさんがってね、やっぱりその儲けたことにね、いろいろ YouTube も上がってきたら、やっぱりね、今までを支えてくれてはった人ね、1年間この辛い時に支えてくれてはった人なんかに特にね、やっぱり恩返ししたいなという気持ちもあるんでね、だから今度第2ステージではやっぱりね、泊まってもらえるような場所ね、それでなおかつ日頃ね、いろいろしてくれてはる猫小明さんとか、これからねいろいろ来はる人、ね、に対してやっぱりオフ会やないけど、ポンさん自腹で切ってバーベキューオフ会とかね、クリスマス会とかね、そんなのねやっていきたいなと思ってます。そこでね、やっぱり土台をきちっともっと固めて、うん、もっと猫に対してのいろんな議論もね、皆さんとねお話できたらええかなと思ったりね、ボンさんのね、ほんまのゴールをやっぱり話して納得いってもうて、まあボンさんが間違うてるとか修正しますけどね、今のところはやっぱり猫をなくすいうことにはそれが一番ええんじゃないかないうことでね、やっぱり国を変えなダメやな、それでね、愛護センターがでこういう慣れない子を殺処分してるいう、ね、実態を知ったからね、こういうね、ボンさん身を切ってでもね、いろんな鳴らしてるね、シャー君なんかでも鳴らしてるけど、やっぱり短時間でどないして鳴らす、短時間っていうのもやっぱり必要やしね、やっぱりそんなもんやっぱり怖いからできないわいう人もおるけど、実際はこういうね、怖い猫でもね、僕ポンさんも1、2ヶ月でも慣れてもらえると思ってるからね、それは無理かもわからんけど、まあこの子がストレスを感じ、多少はストレスってあると思うからね、幸男さんも言うてるように、やっぱり車なりいろんなことでこの子から野良猫入れてストレスをものすごく感じてるからね、そこはねやっぱり理解してもうて、やっぱりボンさん実際ずっとやってるわけじゃないからね、これ今のストレスかもわからんけどね、うう言うとるから、だけど実際はその猫の喧嘩でもそうやし、いろんなことでもストレスになってること多いと思いますからね、うん、まあ表情もね、だいぶ変わってきてくれてると思ってるからね、うん、だから、まあ、ずっとカメラが睨んでるから多分怖がってるかもわからんからやめときます、まあ、だからほんまに、ぶっちゃけ30分、この子の動画撮るのだけに、手を与えてるだけでね、たまにほら晩にちょっと触って慣れさす努力はしたりするけど、ずっとやってないんでね、そやし、カメラの見てないまあこういう取り払えん人らでも多分そういうことはやってる思いますよ、うん、垂らすのにね、うん、やっぱりそういう努力はしてはる中で、ポンさんはたまたまこの子らはね、これで飯を食っていくいうことで出してるだけでね、それが視聴者伸びて、このことについていろいろなれるんか、ほんまにこの子はなれるんかいうところにね、やっぱり興味を持たれて視聴率が上がってるということをね、やっぱり感じるからね、うん、動画撮ってるいうのもあるんやけど、だからポンさんも実際もうここまで来たらね、やっぱり鳴らしてあげたいしね、鳴らしてるところを皆さんにね見てもらいたいしね、うん、それで今後のね課題にね、この動画もねちゃんと残るからね、うん、いずれいろんな人が見てくれるんじゃないかな、野良猫ってやっぱりこんな野良猫がほんまにおるんや、こんな凶暴な野良猫がおるんやって言うてはるけど、もっと凶暴な子おるからね、ポンさん実際この子にじゃないけど、この虎吉やったと思いますわ、いっぺん逃がしてもうた時にね、まあ知り合いはしてるけど、重くそ噛まれてもう針で縫わなあかんぐらいの穴開いてもうてね、けどまあこの子は思うんやけど、このぐらいのその時はもう話してんけどね、もう無理や思って保護しよう思ってた子が入ってなかったからね、
逃がしてんけど、うん、まあまたこの子が入ったと思いますわ。まあ今ではこういうね感じになったいう感じでね、うん、まあいろんな子がねだから傷を持ってると思いますね。まあまたそういうね野良猫もねおるいうことをねまたもっとね皆さんに伝わったらいいかなと。動画だけでねそのいろんな可愛い野良猫ばかりじゃないいうこともね、だけどこんなに子がねいずれ変わるいう姿をね見てもらえたらなと思って動画撮ってます。はい、以上です。ありがとうございます。家猫のトロちゃんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。